自分で種からまいたパパイヤ苗はこのムカオンサンルーフでもこれまでほとんど越冬してこなかったんですね。それでちょっと工夫して発芽したパパイヤ粉苗をスリット鉢に移植して、スリットから根が出て半地植え環境になるようにしてみたら越冬したような苗が出てきました。それからスリット鉢などに植えなくても地植え、サンルーフ内で地植えしたもので越冬したものもありますね。その他に一つの鉢に複数本の苗を植えたもので越冬したものもあります。まあ、寄せ植えみたいにしたんですね。単独で植えたものでも越冬しているものも何本かあります。まあ、これらをもうちょっと外の気温が上がったらですね、このサンルーフではなく露天露地に移植してみようと思っています。まあ、パパイヤ苗というのはバナナよりも移植にはちょっと弱い感じを受けていますが、10本ちょっと越冬しているので半分ぐらいをですね、日照条件の良いところの露天露地地植えにしてみようと思っています。自分で蒔いた種がムカオンサンルーフなどで越冬できるのであれば、まあパパイヤ苗というのも結構高いですから、種を入手してたくさん蒔いて自分で苗を作っていずれこのように太い幹になったものを育てれば開花結実して毎年苗を購入しなくても良くなりますよね。バナナ苗は小株が出れば自分でどんどん増やしていくことができますが、パパイヤ苗も例えば自分で育てた苗から実を収穫してその種をまいて自前の苗を増やしていくというふうにできれば、バナナよりもたくさんの苗を作ることができますよね。実には果実にはたくさんの種が入っていますから、バナナ苗のメリクロン苗を買うぐらいは自前でパパイヤの苗を作れるようになりますよね。まあ、そうなればいいんですが、まあ、そうそう簡単にいく話ではありませんが、今年はなんとか工夫して
自前の苗を増やしてみようかなと思っていますね。